こんにちは。ハワイとコナーじゃなくてワイコロアです。今日は1月の27日、土曜日でございます。こちらはワイコロアのクイーンズマーケットプレイスの現時刻は5時59分、まもなく夕方6時でございます。素敵なサンセットタイムになってきました。これからね、コナーまで帰るんですけれども、今日は、このまんまちょっとまたね20分ぐらいになるんじゃないかなと思ってるので、回しっぱなしのドライブ、また行ってみようと思います。ちょうどいい時間帯ですね。綺麗綺麗。皆様もね、ワイコロアに宿泊されて、でこうね、コナにこう遊びに行くとか出かけて、その馴染みのあるワイコロアコナ館、このドライブをノンストップでお楽しみください。レッツゴー。いや、なんかちょっと今めっちゃ本当に綺麗ですね。多分なんか逆光になっちゃうかもしれないけど、でもそれにしてもすごい綺麗だろうな。間違いなくちょうど日が沈む時間です。忙しくて目が回りますね。うわ、眩しそう。直射くらいますね。すごいすごいすごい。今日はね、1月27日の土曜日で、明日28日午後からワイキキホノルルに出張なんですけど、4日間。今日はお世話になってる姉さんとその息子のトレバーに、ホワイトシチューを作る約束をしてて、なんだ、もう具材も用意してきたし買ったし、チキンは解凍してるし、あ、やっぱやばいやば、玉ねぎがないじゃん。うわー、どうしよう。玉ねぎなくてもシチューできる？まあ美味しくなさそう。あの玉ねぎをさ炒めたあの甘みが必要でしょ。でもどうしよう。こっからもう姉さん家までの間にお店がないです。どうしよう。玉ねぎなしで、あんね、最近気づいたんですよ。姉さんはものすごい働き者で、家もめっちゃ綺麗で、すごいなんかスーパースターみたいな、スーパーヒーローみたいな人なんですけど、なんと、あとね、もともとパティシエやってたんですよ。だからベーキングがめちゃくちゃうまいんですけど、なんと料理をしない、料理をほとんどしない姉さんにも、スーパーマン姉さんにも弱点があったと。だから玉ねぎないんだろうな、あの人。なさそう。持ってなくてもおかしくないが、やっぱどうしよう。皆さんどう思います？玉ねぎがなくてもシチューを作る、それとも、でもね、コナまで行って、いや、ちょっとタウンまで行くとね、めっちゃ遠回りです。今ワイコロア経由で、ほら姉さんち空港から近いから、空港通過してタウンまで行って戻ってくるとめっちゃ時間がもったいないんです。無駄なんですよ。っていうか、もうすでに晩ご飯食べ終わってシャワー浴びて寝る支度する時間なんですよね。どうしよう。私に今残された選択肢は、そうだな、100歩譲って、あの山の松山行って分かる人います？あの山にある松山ストア、あのなんていうの、ハイウェイに並行してあるあの山側のベルトロードあるじゃないですか。あのコストコロードをガーッと上がってって、もしくはあの空港ロードをガーッと上がってって、あの
てっぺんにあるあの山の松山ストア、百歩譲ってあそこでですね、行くのは。行ってみるかね。あそこの難点はですね、めちゃんこ高いんですよ。でも高いぐらいならいいけど、今すごいお金よりも持ってるのはなんか玉ねぎ10個もいらないって感じなんですよね。だってほら姉さんが料理しない人だから、なんかそんなに買っても使わないっていうね。なんか玉ねぎ1個とか買いたいんですけど。だからね、さっき KTA 行った時に玉ねぎ1個買えばよかったのよ私。バカタレ、バカ野郎ですね。失敗した。ああ失敗した。まあしょうがない、終わったことはしょうがない。そんなことよりサンセットが綺麗。これマジでもろすごいサンセットが沈んでいくところが見れちゃうパターンですね。いや驚いたな本当に。あのエスクロープも驚いたんですけど、ちょっと全く全然別次元で、あのすごい今あのこうなんて言うんだろう、ね、お客様をね今ご紹介いただいて、いやーすごいすごいすごい、うん、なんかね風向きがもうなんか一気にいろんなものがすごい良くなってきて、やっぱり厄払いするもんですね本当に。あのなんて言うんだろう、負け犬の遠吠えって言うとあれですけどね。あの今ねあの方がすごいんですよ。時短が踏んで私にこう嫌がらせっていうか、もうすごい勢いで、もうなんかいや本当なんか引っ越しといて安全なところにいてよかったなって思います。マジでそれぐらいになんかもうどうしようもないね。うわ綺麗。これあれですね、もうどん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 沈んでいく方に向かって私たち走ってるっていうね。あれかもね、私もほら早く帰んなきゃ早く帰んなきゃと思ってたけど、おかげで今あのしーちゃんと随分話せたし、うん、でねなんかこう新しいお客様にもちょっと会えたんですよ、うん、やっぱりなんか縁ってすごいなって思います。あのうまく出会えるように、物件もそうなんですよね、うん、欲しい物件とかあの 買いたい物件とか手に入れるものって全部こうタイミングがね絶対こううまくできてるんですよね。中にはねやっぱ2年も3年も探しててね、資金繰りできてるんだけど買えない、見つからないとかね、なんか欲しいものがこうオファーが通らなかったりね、なんか欲しいものが見つからないとか、まあいろんな人がいるんですけど、中にはね本当に見もしないでやっぱりこうね、ちゃったとかね、探してたものが、あー太陽が綺麗、すごいすごいすごい、大きい、うわーすごいなーってね、このすごいサンセットに会えるからあんなにワイコロアで随分ちょっと時間かかったのかなっていう見方もありますよね。すごいもん。あれでもあれ雲に沈んじゃうのかな。すごい大きい太陽。雲に沈んじゃいそうだけど、それはそれで綺麗だね。あとね今お月様がすっごい大きいんですよ。夜、昨日も夜中の2時ぐらいに起きたら目が覚めて、もうなんか明るいから、あれもう朝？そんなに寝たかなと思ったらお月様でした。綺麗だな。Life is beautiful。
空が大きい。あ、すごい、雲に隠れちゃうかと思ったら雲の下出てくるんだ。雲の下降りてきた。ものすごい大きいよ、太陽が。どうしてあんなに大きいの？
長く住んでたあの湘南、10年以上住んでたんですけど、夏よりもやっぱり冬の方が空気が澄んでて夕暮れが綺麗なんですよね。でこうシルエットが、富士山のシルエットがくっきり見えて、なんかちょっとそれ思い出しちゃった。不思議な色の不思議な時間、空港が見えてきた。さあ玉ねぎどうしよう、どうします。やっぱ見てこいだよね。絶対さ、最初にあの玉ねぎを炒めてあの甘みを出す、あれ大事だよね。だよね、どうしよう。だよね。でもさっきもうなんか2時間近く前、姉さん一日何も食ってないからお腹減ったとかって言ってたんですよね。いいから待っててって言ったんですけど、どうしよう。うん、ほんと何にもない。こんなすっごい広い空、綺麗だなね。これあの行きに言ったあの止まっちゃダメですよっていうノーパーキングっていうのがブワーって立ってるんですよね。これ左手のところにあの例の洞窟がありますね。あのヤシの木がこうブワーって並んでるのがこう右手に見えてくると、あ空港だっていう。あとあの管制塔とね、低く旋回する飛行機と見ると、あクッコナだなっていう。まだ玉ねぎのことで悩んでます。どうしたらいい？どうする？どうしよう。ねえ、悩ましいな。玉ねぎなしでチャレンジしちゃうのもいいんじゃないかっていう気がちょっとしてるんですよね。